はい、今回はですね、投資について解説をしてほしいってことがたくさんコメントであったんで解説していきたいと思います。最近ね、水谷さんっていうなんか、方が、日本株で、お一緒になってしまって、瀕死の状態から復活してプラス1000万みたいなのがニュースになってましたけど、まず皆さんですね、日本株今日経平均4万円超えました、バブルを超えたと言われてますけども、株をやった方がいいかというと結論やった方がいいです。今新ニーサっていうのが始まって、一定の金額だと、税金がかかんないという、まあ、素晴らしい制度も始まったんですね。でこれね、なんで株をやった方がいいかというと、もう皆さんの貯金がどん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 なくなっていってるんですよ今。もうマジでこれガチなんですね。どういうことかというとですね、円の価値が今めちゃくちゃ暴落してます。安くなってます。海外行ってみてください。円安でですね、ハンバーガー一つ買うのにめちゃくちゃ大量の円がいるわけですよ。今だと外国行ったら200円300円とか平気でするじゃないですか。昔は100円とかで買えたわけですよ。つまり円の価値が相対的に落ちてるんですよね。だからみんなが今貯金してる100万円貯金してたとしましょう。その価値が落ちます。昔は100万円で車買いました。でも今後は200万円でも車買えないかもしれない。だからタンス預金してる、貯金してる100万円の価値がどんどん落ちていくわけなんですよね。じゃあそれをどう分散させればいいか、どうリスクヘッジすればいいか、それが株への投資なんですよ。今日本株すごい上がってますけど、なんで上がってるかというと、純粋に日本円が弱くなって外国人が日本株が安いなっていうことに買いまくってるから上がってる。つまり日本の景気が良くなって上がってるわけじゃないんですよね。労働賃金も大して上がんねえし、景気も良くないし、みんな苦しい思いしてるじゃないですか。なのに株価だけ上がってる、すごい歪な状況なんですよ。つまりですね、皆さんがこれから資金を守っていくために、資産を守っていくためには、現金だけじゃなくて株とか、そういったものに分散投資をしていく必要があるわけです。でそこで気をつけてほしいのが、新ニーサが始まって、日本としても、株にどんどん投資をしたい、政府の思惑としてはタンス預金ですね、もう何十兆円何百兆円とか、まあ、いろんなこと言われてますけども、それぐらいあるタンス預金を、どんどん吐き出させたいから新ニーサっていう制度をやったんですけども、新ニーサが起こると、どうなるかというと、みんな株を買うから株価上がっていきますよね。いい循環なんです。そこでね、株に投資をしてない人たちだけが乗り遅れて、どん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 損してしまうような社会になってくるんじゃないかなと思うんですけど、注意しないといけないのが信用ですよね。さっきのそのなんかね、そのお衣装が食らった動向とかも、信用制度っていうのがあってですね、株は信用取引で自分の現金の約3倍を買えます。100万円の現金しか持ってない人だったら300万円までリスクを取って買うことができるんですよ。それが信用制度っていうんですね。で信用制度っていうのはどういうことかというと、レバレッジを効かしてるわけですから、一定の金額、一定の割合の株、一定のパーセント株が下がると、お衣装といっていわゆる借金返済みたいなことしないといけないとなるんですよ。それでですね、取り返しがつかないことになります。この間ね、アメバの収録で一緒だったんですけど、まあある芸人さんとかはですね、バブル期に、信用で株を買いまくってですね、見事お衣装食らって1億8000万円借金抱えましたみたいな人とかもね、実際いるんですよ。なんで、株はボン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 上がってるから、みんなね、リスク取って株買いたいとか、もっと買ったら儲かるんだろうなってみんな人間だったら思うんですけど、それは絶対やっちゃダメで、信用だけ やっちゃダメです。信用やってしまうと家失う可能性あります。本当に借金地獄になる可能性あるんで、あくまでやるんだったら現物にしましょう。で、株で稼いでお金たくさん儲けようってっていうんじゃなくて、考え方としては、日本円が暴落してるから自分の資産を守るために株にも変えておこうかな、そういう発想でやるのが一番賢いと思います。いつの時代もね、投資で勝てる人なんて本当一握りなんですよ。なんで僕はね、基本的に投資はやんない方がいいってずっとみんなに言ってきましたけども、今こんだけ日本円の価値が落ちてるんで、自分を守る、自分の資産を守るっていう意味ではすごくありなんじゃないかなと思ってるし、そういうとこも勉強していかないと、日本の金融リテラシーを上げていかないと、そろそろやばいなと思ってます。なんでこのチャンネルを見てる人たちはぜひね、こういう情報を感じ取ってですね、少しでもいいからちょっと勉強してみてほしいですね。新ニーサ、結構いい制度だと思います。で続いて仮想通貨、よく言われるんですが、仮想通貨もね、ね、オールタイムハイ、過去最高値を超えた超えないみたいな話になってますけども、仮想通貨は僕の、去年かな、去年の動画でも言ってるはずなんですけど、4年に1回の半減期のサイクルがあります。でまさに今年半減期なんですね。でセオリー通りに行くと、歴史が繰り返すんであれば、今年上がる、来年上がる、そして再来年に暴落します。このサイクルっていうのは過去十何年間絶対に外してないんですよ。
で、株だったりとか、まあ、為替とかだと、規則性はないんですけど、仮想通貨は4年に1回のサイクルで規則性を持って動いています。少なくとも今日まではそうでした。なんでかっていうと、この半減期といってですね、ビットコインの生成が止まる、半分になっていくっていうタイミングがあるんで、ある種機械的にプログラムされてるんですよね。なんでそこで需要と供給のバランスがマッチして、同じようなサイクルが上がるんで、今仮想通貨買った方がいいですか、買わない方がいいですかとかいろいろコメント来るんですけど、ここは今も上がっちゃってるんでリスクですよ。上がっちゃってるからある程度リスクはあるんだけど、セオリー通りに行くなら来年がピークです。はい、という感じですね。で、再来年が暴落するんで、来年中には売るっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。まあ、僕、去年の動画でも同じようなこと言ってて予言してました。で、僕も仮想通貨めっちゃ、含み損ですごく大変なことになってたんですけど、すごい全部取り返してむしろプラスになったんで、結構当たると思いますね。はい。で、投資はですね、まあ僕も本当いろんな失敗してきたんですよ。散々失敗してきたんですけど、ちゃんと勉強して、ちゃんと学べば、勝てます。まあ、負けてもそんな知れてます。本当に自分の余裕資金で、リスクない範囲であれば、やっぱり今日経平均も上がってるし、仮想通貨も上がってるし、こういう地域のサイクルって勝てるんですよね。なんでですね、ぜひ皆さんも、本当にリスクを取らず、冒険せずに、自分の資産を守ろうっていうぐらいの気持ちで、まず進めていくといいんじゃないでしょうか。本当に今円の価値暴落してるんで、そういう風にして皆さん資産を守っていってください。はい、ということで、最近コメントが多かったんでこれを話してみたんですけど、また、取り上げてほしい話とか話してほしい話とか、最近ちょっとねバタバタめっちゃしてて配信できてないんで、コメント欄でくれたら、取り上げて話していきたいなと思います。皆さん最後にしてくれてありがとうございました。それでは、いい週末を。